八王子線は、日永駅から西日野駅までを結ぶ四日市アスナロー鉄道の鉄道路線。全線が三重県四日市市内を走る、京弁鉄道として建設され、現在でも当時のままの期間762ミ、mm、リメートルの特殊橋気船となっている。日永駅で内部線に接続し、全列車がアスナロー四日市駅へ直通する。 1965年4月から近畿日本鉄道が運営していたが、2015年4月より四日市市が第三種鉄道事業者として、鉄道施設と車両を所有し、新たに近鉄と四日市市が共同で出資して設立した四日市安の近鉄のプリペイド式乗車カードであるパールカードにより、 自動券売機による乗車券の購入ができるが2007年4月1日から近鉄でサービスを開始している IC カードピタパには近鉄時代から非対応である。伊勢八王子駅アトロ名の八王子はかつての終点伊勢八王子駅に由来する。1912年に三重軌道が軌道条例による軌道として日永駅八王子村駅間を開業した。 現在、近鉄四日地駅ひなが駅間は内部線となっており、八王子線は支線的な存在になっているが、開業自体は八王子線の方が早く、内部線は鈴鹿支線と呼称していた。以後、三重鉄道への移管による、軽便鉄道法に基づく軽便鉄道への転換、1944年の三重交通への統合、三重電気鉄道を経て、 1965年に近畿日本鉄道への九州合併で同社の路線となった。三重電気鉄道時代の1964年に廃止申請書を運輸省に提出するなど、再三性の問題から廃止論議があったが、先送りされた状態が続いていた。しかし1974年に並行する天白川の 集中豪雨による水害で、日永駅伊勢八王子駅間が休止となり、1976年に、日永駅西日野駅間は復旧したものの、西日野駅伊勢八王子駅間 1.6km は廃止された。西日野駅が終点となって長く経ち、正式名称は八王子線のままであるが、伊勢八王子駅まで路線が伸びていたことを知らない、世代から、 西日野線という通称で呼ばれることもある。2012年には近鉄が四日市市などにバス転換を提案した。これに対し四日市市が鉄道による存続を望み、2013年にこういう民営方式で存続することで合意。2015年から四日市市が第三種鉄道事業者として鉄道施設や車両を保有し、新会社四日市安奈郎鉄道が 第二種鉄道事業者として、それらを同市から借用して運営することになった。明日なろう四日市駅日永駅西日の駅間を直通する列車が毎時2本運行されている。八王子線内は日永駅構内も含めて交換設備がなく、一閉塞での運転を行っている。日永駅では、 西日野発のアスナロー4回地域が内部きと内部発のアスナロー4回地域が西日野駅と連絡しており、基本的に全ての列車が系統別の接続を行う。従って、日永駅での西日野駅と南日永駅以南との乗り換え時間ロスはほとんどない。全列車が都市型ワンマン運転を行っている。なお、 大晦日から元旦にかけての終夜運転は当線では実施されていない。四日市安奈郎鉄道内部線使用車両も参照。車両の点配属などの動向は、四日市安奈郎鉄道内部線年表を参照260系電車、近鉄四日市停車中の260系日永駅の八王子線ホームは半径100メートル急曲線の外側にあることから、 社長の長いも269、160軽電車は、ホームとの接触を避けるため車端部の車体幅を絞った構え体型上となっている。最急勾配は25パーミル。使用されている機場は、過去には軽便鉄道規格の古典的な15キロと22キロレールが使用されていた。現在では、レールの重機場化が進み、本線では 40N、50N レールに統一された。枕木は、 機関が特殊なことから PC 枕木は用いられておらず、大半が木枕木である。詳細は、四日市安奈郎鉄道内部線車庫、山椒内部機構内に、両線共用の近鉄車両化と三吉建築内部車庫がある。河川はシンプルカテナリー方式で、電柱は木柱からコンクリート柱への更新工事が進行中である。 河川自動調力調整装置は一部区間について設置されている。上地信号機として、場内信号機、出発信号機と中継信号機が設けられている。信号機は3位、式に現時が採用されている。列車集中制御装置が導入され、明日ナろう四日市駅において、全駅の信号制御及び電気点鉄器の制御が可能となっている。情報伝送は、 メタルケーブルを使用する。多編集式、連続照射型の近鉄型 ATS を採用している。地上市は通常2本のレールの間に設置するが、四日市やスナロー鉄道は、期間が狭いため、設置してしまうと、上り電車用と下り電車用の位置のズれが短くなり、誤作動する恐れがある。このため地上子は2本のレールの外側にあり、大変珍しいスタイルとなっている。 急曲線部分、急勾配部分の速度制限箇所の一部には、速度超過防止用 ATS が備えられている。第1種踏切4箇所の踏切がある。第3種踏切、第4種踏切はなく、全踏切で自動化されており、アスナロー四日市駅にて、四日市アスナロー鉄道線全線の踏切の集中監視を行っている。全駅三重県四日市市に所在。 普通列車のみ運転、全列車が各駅に停車する。日永駅は八王子線の列車同士の交換ができない無人駅で、西日野駅は列車交換のできない無人駅である。廃止区間の駅は時節を参照。西日野駅清水橋駅4協役場、前駅マイナス出産駅伊勢八王子駅。ありがとうございます。